アイキって一体なんだー。イエーイ。って、今度はアイキに喧嘩売るのかよ。いやさ、ほんとこんなわけのわからないものはないからね。まあとりあえず、私はこのアイキという用語を、中国武術を題材にした漫画である、剣士、で知ったんだ。アイキのことについても紹介していたんだな。漫画の中で剣士たちは大東流合気柔術という武術の先生である、相模先生の道場へ行く。ちなみにこの相模先生というのは、実在した大東流の先生である佐川幸義先生がモデルになっているみたいだよ。で、剣士たちは相模先生と手合わせすることになるんだけど、二人がかりで行っても、相模先生に軽くあしらわれてしまうんだ。これが本当だったらすごいよな。剣士たちは相模先生の強さが、合気、にあるのだということを知って、相模先生に合気とは何かを尋ねる。相模先生曰く、合気とは敵の力をゼロにしてしまうこと、なんだそうだよ。いまいちよくわからないな。その後ばきでも渋川豪一というキャラが出てきて、合気の技を使って大男をポンポン投げ飛ばしたりするんだけど、この渋川豪一のモデルというのが、実在した合気道の達人である塩田剛造先生なんだ。塩田剛造先生の話は私も聞いたことがあるぞ。そしてその塩田先生の演武がこちら。おお、小柄な老人が屈強な男たちをポンポン投げ飛ばしているな。まあ、合気という技ができるようになると、こんな芸当が可能になるということみたいなんだけどさ。ここで一つ疑問が起きる。なんだ一体。合気とは敵の力をゼロにするというものだったはずだ。そうだったな。こういう風に相手をポンポン投げ飛ばすのって、敵の力をゼロにしてるのか。え？いやさあ、敵の力をゼロにするというのが、例えば相手が掴みに来た瞬間、その相手の筋力をゼロにしてしまうことだとしよう。だったら相手はその場に崩れ落ちるから吹っ飛んだりするのはおかしいだろう。そう考えるんだったらそうだろうな。じゃあ敵の力をゼロにするというのが、例えば相撲や柔道の崩しのように、相手が押してきた時にこちらはうまいこと引いてやることで、一瞬相手をガクッとさせることなのか。そう考えたとしても、崩しであれほど派手に吹っ飛ぶなんていうのはおかしいだろう。きっと崩した後にうまいこと投げ飛ばしてるんだよ。そんな感じで疑問に思ったので、さっきの塩田先生の演武をスローで再生してみたんだ。それがこちら。これは。どう見ても塩田先生が技をかけた後に、一瞬遅れてから吹っ飛んでるよね。これはまあ、そうとしか見えないな。他の塩田先生の演武も見てみよう。例えばこちらの場合。この押している人の後ろ足に注目してほしいんだけど、押しに行った瞬間、すでに後ろ足が浮いているんだよね。これじゃ押せないよな。そうだね、押すという行為はたとえ前足が浮いてたとしても後ろ足は絶対に地面についてなければならない。そしてこちらの喉を突かれた人も、突かれて一瞬遅れてから飛び上がって受け身を取っている。ということはつまり、少なくともこの塩田先生の演武に関して言えることは、忖度。要するにだ、技をかけられている人たちの方で塩田先生の技を実現させようとしているんだよ。達人と弟子の関係によくありそうなことではあるな。塩田先生の方で指示をしているという可能性は、ぶっちゃけそういう可能性もないとは言えないけど、何か証拠があるわけじゃないから今回はそこまで突っ込まないよ。ただ一つ、勘違いしてほしくないのは、だから塩田先生が弱かったとかそういう話をしているわけじゃないからね。それとは無関係に、いわゆる合気の技というものの演武は誇張されたものであると言っているんだよ。これまたある種の人たちの幻想をぶち壊しているような気がするぞ。塩田先生の強さが垣間見える伝説の放送事故に、塩田剛造対坂東英二というものがある。気になった人は塩田剛造対坂東英二で検索してくれだぜ。私も最初にこれを見たときは、やっぱ塩田先生強えー、とか思ったけど、今見返すと、そもそもこの事故が起こったのは坂東英二が塩田先生のことを挑発したことにある。
はっきり言ってテレビのバラエティ番組なんてのは全て台本通りに進行してくれなきゃ困るわけで。だとしたら、なぜ坂東英二はいらぬ挑発などしたのか、そこが気になってしまった。確かにプロのタレントとしてあるまじきことやってるな。私が思うに、おそらくこの坂東の挑発は最初から台本にあったんじゃないかと思う。そこで塩田先生の技をある程度受けてあげて、こんな技ですよと紹介させてあげるのが当初の予定だったんじゃないかと。ところが、その話は塩田先生に伝わってなかったのか、塩田先生はガチの挑発だと受け取ってしまった。矢尾のつもりで入り首を取りに行った坂東は、思いがけない塩田先生の技の際に動転してしまった。これがあの放送事故の裏側なんじゃないかと思うんだ。なんせ坂東はこの時、一度掴んだ襟首をなぜか掴み直しているからね。ということはやはり塩田先生は。そう、本的に技をかけるのは上手い人なんだよ。ただ、坂東の方も元プロ野球選手で人並み外れた腕力の持ち主だ。ガチに腕力に物を言わせていたら、さすがの塩田先生もどうなっていたかはわからないね。まあもしそうなるなら、誤信鑑定して最初から現場には行ってないさ。塩田先生以外の合気の技も見てみよう。こちらの岡本聖剛先生は、大東流合気柔術の合気の技を見せてくれているよ。これまた受けている人は派手な倒れ方をしているな。危険な技法に変化してしまうこともあり得る。というわけで、スロー再生。岡本先生の手が下がった後に、受け手の人の手が跳ね上がっているのはどういうことなんだぜ。忖度。結局忖度じゃないか、白心。まあとにかく、我々が合気の技として見せられている、あのポンポン人が吹っ飛ぶ演舞は、ほぼ忖度であると言っていいだろうね。そんなんじゃ技が身につかないよ、と思うんだが。ただ、ある程度技をかけるためのポイントのようなものは表現されているんじゃないかなとは思う。とまあここまでやってきて、結局のところ合気とは何なのかという根本的な問題が残ったままだと思う。敵の力をゼロにする、だけじゃ説明不足な気はするな。そこでだ、困った時のウィキペディア先生に聞いてみたよ。それでどうだった？これがわからない。行くぞー。まず第一に、大東流合気柔術を世に広めたのは武田宗覚という人で、この人の伝記は剣士でも紹介されている。小柄なおっちゃんが大勢の大男たちをポンポン投げ飛ばしていたんだよな。しかしだ、武田宗覚は門人に合気の意味を教えなかったらしい。だから国語辞典にも合気についての具体的な記載がないんだそうだよ。おいおい、敵の力をゼロにすることじゃなかったのかよ。そんなわけで合気については、いろんな人がいろんな説を主張している。力の出し方であると主張する人がいたり、接触の方法であると主張する人がいたり、気を合すると主張する人がいたり。なんだ、気を合するって。さっぱりわからない。ちなみにこの説を主張する堀川幸道という方は、武田宗覚に習ったらしい。じゃあ、武田宗覚がそう言ったのか。門人には合気の意味を伝えなかったという話だけどね。この他にも、合気は電流だという人とか、非物質的な防衛システムの働きを消すスイッチだという人とか、とにかくいろいろな人がいろいろなことを言っていたりするよ。これってもはや MMR の領域なんじゃないか。そんな中、武田宗覚の門人の一人であり、合気道の開祖である上柴森平は、合気とは敵を破る術ではなく、世界と和合する道であるとして、神羅万象の活動と調和することが合気道の極意であるとしたそうだよ。つまり合気とは技術ではなく競技だということなのか。まあ、そういうことになるよね。だから大東流合気柔術でいうところの合気と、合気道でいうところの合気は、違うものだということになるよね。紛らわしい話だな。けれどさ、だったら塩田先生がやっていたのは合気道、のはずなのに。塩田先生は大東流のような技術としての合気を提唱していたような気がするんだけど。もはや何が何だかわからない。しかし、ただ一つ確実に言えることがある。なんだそれは。合気とは何かを定義することは可能。まあ、
これだけいろいろな人がいろいろなことを言ってればそういうことになるよな。我々が合気の技だと思っていた大男をポンポン投げ飛ばすような技。結局のところあれは、忖度してくれる相手にしかかからない。はっきりと言ってしまうと、塩田先生であっても、忖度なしの相手に演武のような真似はできないと断言するよ。だから、もし演武のような合気の技を身につけたくて、大刀流なり合気道なりに取り組んでいるという人がいるのであれば、無意味だし不可能だからやめた方がいいと私は言いたい。だからもしやるのであれば、自分にとって合気とはこういうものだと現実的な路線を打ち出して取り組むか、合気道のようにあくまで競技として進歩するか、というようにした方が良いと思う。けれどなんか合気道をやっている人たちでも、合気が競技であると思っている人が少ない気がするんだが。なんかそんな気もするんだよね。じゃあ最後に、今回私が合気についていろいろ語ったのは、合気というものがよく中国武術でいう家計の引き合いに出されるからなんだよ。ぶっちゃけ家計なんてものは、それこそ相撲や柔道やレスリングの崩しと変わらないんだけど、なんでそんなことになるのかなぁと思ったら、賢治で思いっきり、家計と合気が同じだとか言われていた、わら。賢治が原因だったのか、わら。ぶっちゃけ松田先生も結構先走ったこと言う人だからね。さて、じゃあ今回の話はここで終了。それじゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。